おじいちゃんじゃん。どうしたんだい。試合で勝てないんです。また勝てないのか。勝てないんです。ねえ、じゃあ今日もそんなスランプな君に、はい、黒子先生からおアドバイスをぜひお願いしたい、ね、スランプ脱出のきっかけになるんじゃないかというお願いします。ね、アドバイスをいただきましょう。はい、黒子先生、黒子先生。8割理論だ。8割理論、今思いついた。8割理論、今思いついた。今思いついた。8割理論を今思いついた。8割で行ってみよう。8割で行ってみようだね。緊張するじゃないですか、試合ね。緊張しますね。緊張する。ああ、本当もうね、嫌になる。はい。もうさ、もう、ええってなっちゃうじゃん。なっちゃう。なっちゃうでしょ。あれを、ああいう風にならない心の持ち方をあなたに教える。8割理論。8割理論。8割理論。昼、まあ、なかなか入らない、はい、ものすごく練習している人じゃないと入らない、はい、これを入るようになる。8割理論。思ってるスピードの、はい、もう2割ダウン。この思ってるスピード、思ってる、今から自分がつこうとしてるやつの、そうスパーンっていう感じの8割。そう80%。 0.8、100分の80、10分の8、5分の4。結構まあまあ頑張ってる時のトグロってどうですか。そうなのかい。わかんないです。100%もうすでに出し切っちゃうじゃないですか。トグロ弟は、トグロ弟は知ってるよ。80% の状態ってこと。 80% の状態で言ってほしい。なるほど。 80% でちょっと言ってくれれば、思ってるスピードの 80% 今50%ぐらい。全然もう60以下だって。どれぐらいのスピードを意識してたの。今 50% ぐらいだ。全然でも届いてなかったもん。今 50% ぐらいだ。じゃあ分かった引き玉。じゃあフルで引き玉やってみてよ。フルの 100% でドローンショってやってみてよ。ドローンショ、もうスクラッチさせるやつ。 100% で。そう。いや別にスクラッチさせようと思って、いつも通りに、みんな見てるよ、全国の方が見てるよ、あなたのことも見てるよ。危ねえじゃねえか。で、これで危ねえじゃねえか。今成功しちゃったら 80% 理論が、そういうこと。8割理論が緊張するでしょ。緊張するけど、8割の方が、8割どこってなってる。9割でいいよ、じゃあ。さっき思ったより下がったから9割。ちょっとだけ抜く。ちょっとだけ抜く。ほら確かにほら抜くのがいいよ。ほら8割むずくない？ほら9割理論。変わったし。9割理論。9割ってか、まあちょっとだけ抜く。ちょっとだけ抜く理論。ちょっとだけ抜くが僕はピンときました。ピンときた。8割がだいぶピンとこなかった。ピンとこない。ちょっとだけ抜く。8割むずい。8割むずい。ちょっとだけ抜く9割ぐらいがいいですね。じゃあ9割飛ぶ理論。どんどん割合が変わって。9割理論。はい。今力みは取れたショットができた気がしました。わお、わお。映ってる感じで伝わってるか分かりませんが。わお。最初のやつは力んでました、ね。力んでたね。はい、そう。8割、9割、そこら辺理論。はい。ちょっとだけ力みが取れた感じでつけました。そうだろう。はい。それをちょっとやってみよう。じゃあ例のやつ。例のやつって。
ワイニースキルレーティング。それで9割、本当に役立つ、役立つ。おそらくイメージ通りに手玉が動く。あ、全部、はいはいはい。やっぱタックンほらこう出そうと思ってもさ、9割出ない理論じゃん。やっぱり9割出ないですよ。9割出ないじゃん。手玉って9割出ないようにできてるんじゃないですか。それをこれが9割理論でいくと出るんですか。はい、出ちゃう。手玉っていうのは9割出ないようにできてる。思ったように動きます。ここのブレイクもね、ちょっとちょい抜きで、ほら、いい、いいか、もうポンポンポンでいこうね。9割、9割のスピードです。引けちゃう、引けちゃう。9割のスピードでね。9割だと引けちゃう。9割だと引けちゃう。思ったより引けちゃうんですよね。まあ球技でも上がります。なんと9割のスピードで作った。ただそれだけ。他のこと何も考えない。あっ、あぶな。まあおそらくね、ちょっとその分ね、ひねったりしてもズレも出るかもしれないですけど、うん、いいですね、いいタッチですね、いい、いい感じ。まあ見ててもなんかこう力が抜けた感じで、すごい良くないですか。こんなタック見たことがないと。まあこれ残り3個は順番通りなんですけどね。あ、そうですよね。そうですよ。ハイフライ4番とかね、一つあっちにいるととっても難しいのに、彼はご存じない、ご存じない。やつに孤独を味わせてそうなんですね。孤独だぞ。そうですね。これはかなり難しく残しましたね。まあこれボーラードとかでもあんなところに1個残しておいたらもうね、本当ダメですから。これダメなんですか。ダメな例ですが、9割理論もう大丈夫、手玉は自由自在なんで。今ちょっと力入ってませんでした。え、本当ですか。はあ、今だって9割8分ぐらいのショットでしたよ。あれ、あれ本当ですか。はあ、これもう今失敗しましたよ。だから失敗したんですよ。もう諦めて2149でいくしかないでしょ。はい、あ、大丈夫です。はい、9割リード思ったところに出ます。どうだね、9割のスピードです。もういい音さしてる。出てない。でも大丈夫。いや、ここに出しましたよ。あそこ出したんですね。ほら、思ったところに出ちゃう。もうね、いつもよりも9割のスピード。ストーカーするか。ほら、いい音してるね。え、あります。いつものタスクの、ね、インパクトの音じゃないですよ。どうですか、音違います。いや、多分違いますよ。これ波形見た方がいいですよ、うん、ほら。さあ、そして最後ね、このロング、プレッシャーかかりますが、ここも9割理論でも全然問題ないです。ただただ9割のスピードで振ろう。ほら、はい、怖い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 。はいはいはい。今すごい9番は良かったです、はい、普段結構、ね、プレッシャーあれ10割でいってると、はいはいはい、まあ、入ったとってガコガコです。だけど今9割の感じつけたから、はいはいはい、綺麗に入りました。そうですよね、はい、どうですかこの9割理論。いや、いい、いいっす。いいですか。いいっす。ただショット、これもショットを選びそうですね。ああ、そうですね。9割でいい、いいやつと、はいはいはい、そうじゃないやつがある。まあ、実際はここちょっと嫌だなとかプレッシャーかかってるぞっていう時に使えるショットですね、うんうんうん、そう、あの普段全然余裕でつけるショットをわざわざ9割にすると、そうですね、ちょっとなんか違う気がする。そうそう、あの余裕でつけてる時はもう最初から8割9割の力でつけてるんで、そうそう、そう思いました。だからなんか
8割9割のやつを9割にしようとして7割6割になって届いてないみたいなのがちょっと発生してました。そうだね、はい、はいはいはい、だからプレッシャーかかるショットを、はい、9割にするっていうのは確かにそれはかなり効果ありそうです。そうですね、はい、もうぜひね皆さんもね、はい、これを結構使えますか。使えます、ね、試合勝てない、どうしても9割入らない、そこのあなた9割理論でやってみてください。やってみてください、はい。それでは、はい、チャンネル登録チャレンジ。チャレンジ。今日こそマス割りだ。あれ僕マス割りってしてない。誰も見たことない君のマス割りなんか。チャレンジで。チャレンジでってちょっと、そうだよ、したことないでしょ。なんかよくスクラッチをしてるイメージがあります。スクラッチをしかしてないよ多分。そうだね。あ、そんな時も9割理論ね。え、ブレイクも9割。ブレイクもですよ。もうだタッグ力入りすぎだもん、ブレイク。力じゃないんですよ。ブレイクも9割。ブレイクも9割。よし。ちょっと抜いた感じで。はい。はい。じゃあ、マス割りがもし、まあ、パンが一番大変できたら。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。ほら。ほら、ほら、ほら。ほら、あらやだ、来ちゃったわ、ついに、この日が。ついに。これはやっぱね、取り出しね、取り出しやっぱりみんな緊張するんで、取り出しは本当ね、9割理論ですよ。ね、ちょっとスピード緩めですけどね。少し押さえて。思っている9割で、ほら、うまい、綺麗につけてます。さあ、そしてここ1から3、結構難しい。ちょっとドローショットかな。ドローショットですね。まあ厚めに出れば大体 OK かなっていうところですね。しかし、まあちょっと振りがどうなっているのか分かりませんので、どうでしょうか。おっと、薄めに出しましたね。これさっき僕ずっとかぶってた、さっきのコンビとか全部かぶってたかもしれない。え、まあいいでしょう。さあ、コンビを入れて1番もドローで入れて、さあこれもなかなかプレッシャーのかかるショットですね。バタバタとかでもそうですよ、結構ハードショットとかでも9割理論でいくと綺麗に転がりますから頭もね。はい、今日もダメだったよ。いや、今7割だったな。届かなかった。多分7割でした。まあちょっとね、そんなイメージでついてみてください。はい、試しにやってみてください。いい時もあれば悪い時も。はい。じゃあ、さよなら。